劉賢与は、新末民発の軍人。県軍の指導者で、その中でも、競技系と呼ばれる派閥の投領である。字は、助手。号は、京広氏。父の劉艦令は、競技権を拠点としていた断連の投領である。若き日の劉賢与も、父の断連に参加し、厚生省の回答と戦うなどしている。また、劉夫氏は、地元の競技権で、教育事業に取り組み、 省内に幅広い政治的人脈を形成した。1911年11月3日、紀州の新しい権力軍が中心となって、武将機義に抗して、半身の挙兵をなす。翌4日に大韓紀州軍政府が樹立された。この時、劉賢与は、断連主体の旧軍を率い新長側に組みしていたが、立憲派の数密院副委員長人霞スミラの手引きも、 あって、気を入りしてそのまま、奇襲軍政府に加入している。そして、枢密院枢密院県軍事古主任、奇襲中西領路統領という軍事的要職に就く、ことができた。その後、劉剣、与羅奇襲旧軍は、任霞らの奇襲立憲派と連合を形成し、枢密院院長バリ百林らの奇襲革命派と、奇襲都督要、誠羅の奇襲新軍の連合との間で、対立していく。 1912年3月、劉、任らは、雲南軍政府の東業を率いる天軍を器用に、迎え入れ、対立勢力を、ことごとく駆逐、粛清した。党が、奇襲都督に就任すると、劉は、奇襲国民軍総司令に任命された。党と、劉は、1913年の二次革命では、遠征外を支持している。同年11月、党が、 雲南都督に就任すると、龍が、紀州森軍師として、紀州の統治を引き継いだ。龍は、以後も、縁に、忠実な姿勢を保っている。1915年12月、サ津は、東大津議行が、園政外の皇帝即位を阻止するため、雲南で、五国戦争を発動する。龍県与は当初は、園政外の皇帝即位を支持し、党と田元を赤党と,とした。ところが、 五国軍を支持する県軍第一弾団長の大文化や奇襲民成長大官から半円に火事を切るようにとの突き上げが起きる。結局、劉県与は1916年1月27日に五国軍支持へと転向して独立を宣言し、大文化率いる県軍を四川省に送り込んだ。県軍は五国戦争で活躍し、円は皇帝即位を取り消して間もなく死去した。 その後、北京政府の霊元広氏により、劉は、奇襲特軍憲省庁に任命された。ご方戦争でも、劉憲与は、南方政府の重鎮の一人と目されることになる。しかし、元来の政治姿勢が、北京政府寄りであったため、特に、孫文との関係はよろしくなく、党を次議業に追随する政治行動が目立った。劉は奇襲省内の軍拡を進めたが、その結果、 優勢な軍事力を握るようになった、王文化ら若手軍人の派閥と、竜ら旧世代の軍人、政治家の派閥との間で対立が深まっていく。1920年9月、王文化は遠征先の支線で敗退すると、同年11月、旧派宿制のクーデターを発動した。竜は、多くの腹心を、神派の軍人たちに殺され、下屋を余儀なくされた。しかし王も、 部下のエンソメ名との対立の末に暗殺され、紀州は、再び混沌とした情勢に陥る。1923年3月、劉県与は、唐津恐れ率いる天軍の支援を受け、演奏名を追放して、器用に帰還した。しかし、紀州軍事前後、ただ主弁には、唐次恐れがつき、劉は、その補佐たる、紀州軍事前後改弁にしかなれなかった。1925年1月、 勢力を盛り返した縁が、東ぎ行と和解して、企業に戻り、劉県与は、東を恐れと共に、昆明へ撤退する。これにより事実上、劉の軍事上、政治上の経歴は終了した。1927年10月14日、昆明で病没、去年58、劉県与が形成した県軍の派閥は、その出身地から、協議系と呼ばれ、大文化、 演奏名もその一因であったが、1927年以降は衰えていき、週に死なり率いるキリアズさ系にとって変わられていく。ありがとうございます。